こんにちは、ゆうがです。今回はですね、このチビミロスちゃんに、メダカを与えていきたいと思います。はい、そしたら早速この水の中にメダカを入れていきます。あ、最初から今回気づいてるっぽいですね。水面の上にいたんで早く、あ、今取るのうまかったですね。あのチビミロスちゃん結構外したりとか、なんか適当にガッて食らいついてバッて逃げられてまた追いかけてみたいなのが結構多かったですけど、やっぱ水面の上にいる時にやってあげると気づきやすいですし、素早くうまく取ってくれますね。はい、じゃあ今水面の上にはいないんですけど、ちょっとやってみましょう。はい、やっぱ気づいてはいるんですけど、なかなか上に行けば水の中に入れるっていうことにちょっと気づかないですね。やっぱヘビに限られず、まあいろんな生き物もそうですけど、やっぱ透明なものってなかなか認識しづらいみたいですね。ちょっと動かしてみます。はい、やっぱ気づいてはいるんですけど、ちょっと前に進めないみたいな感じになっちゃいますね。お、石の上に乗りましたね。お、ちょっと水面に行きましたね。なんか急に気づきましたね。でもやっぱメダカもなんか気づいてて動かなかったりするんですよね。結構生き物ってカエルとかもそうなんですけど、なんか捕食者がいると動かなくなるんですよね。動かないとこうね、生き物って食べないんですよね。動かない状態だと気づかなかったりとか、あとはもう普通になんか死んじゃってるのかなって認識してやっぱ食べなかったりするんですよね。お、水の中入って探し始めましたね。なんかいるって気づいたっぽいですね。あ、なんかちょっと追いかけてますね。さすがに水中に入ってこられると、お、もう完全にミロスちゃんらしい食べ方でしたね。こういう感じでめちゃめちゃ動いて食うんですよね。やっぱ水中に入ってこれるとメダカも気づいてやっぱ逃げようとするんですね。はい、ということでまたチビミロスちゃんの動画上げていきますので、よかったらチャンネル登録、高評価してまた見に来ていただけると嬉しいです。